ご機嫌いかがですか？かずみです。立憲民主党の議員さんって、大型シュレッダー見学するのが仕事なのですね。かずみは知りませんでした。そんな様子を、さも一大事と新聞記事になっていたので、紹介します。毎日新聞の記事によると、立憲民主党などで作る桜を見る会の疑惑に対する追及本部が開いた26日の会合で、内閣府が招待者名簿を廃棄したのは、共産党議員が資料要求した当日の直後だったことが明らかになった。野党は証拠隠滅だった可能性が高まったとして追及を強めている。追及本部では、内閣府の担当者が招待者名簿を大型シュレッダーで廃棄したのは5月9日昼過ぎだったと説明した。共産党の宮本徹氏が国会質問のために資料要求したのは5月9日正午。廃棄と資料要求の日が同日だっただけでなく、時間的にも接近していたことになる。担当者は、大型シュレッダーの予約を4月22日に入れたと明らかにし、廃棄した職員は資料要求を知らなかったと強調。証拠隠滅に当たらないとの認識を示した。立憲民主党などの野党議員は、25日、内閣府を訪れ、桜を見る会をめぐる疑惑の解明に向け、招待者名簿を処理したとされるシュレッダーを視察しようとした。だが、職員は、アポイントがないなどと拒否。26日、改めてアポを取って、視察。野党は、招待者名簿約1万5000人分の資料を、紙800枚と想定。名簿と見立てた、800枚の A4 版の紙を処理したところ、約34秒で細段が終わった。共産党の小池晃書記局長は、隠蔽体質極まれりだ。内閣府は含まれんか、と批判した。まあ、これ、名簿に、反社会勢力の方が記載されていたのでは？という疑問があっての追及だと思うんだけど、これが議員の仕事ですか？ジャーナリストの有本薫氏も、この件でツイートし、これが、国権の最高機関のメンバーのお仕事。この連中には、歳費、給料年2000数百万円、領収書なしに使える、文書交通費が年1200万円、秘書3人分の給料、都心一等地に、100平米超の事務所、議員会館、さらに、東京に家なき者には、格安の豪華議員宿舎まで、与えられている。財源は、すべて、私たちが納めた税金。と投稿してます。まさに土星論。呆れている、ネットの反応を紹介します。そんなに、国の、省庁のシュレッダーって、予約しないとダメなの、かっこ、笑い。800枚を34秒で細段できるんだし、そんなに、紙の無駄遣いしているのかな？未使用の用紙を使う時点で、立憲民主党、野党には、エコという概念ですら、理解できないようです。政治家はいいよな。そんな、無駄遣いが許されて。うちの会社は、A4 版、紙1枚で、上司の嫌味のネタになるのに。あからさまに、憲法改正への議論を、したくないということで、いいんですね。日本国の国益ではなく、中朝に、加担しているのは、日を見るより明らかだと思いますが。どこの国の人が、国会議員なんですか？日本のために働いてください。このようなこと、確認するのに、わざわざ、議員の先生が、お出ましにならなくとも。パフォーマンスにしか見えないし、こんなの見せられて、怒りしか湧かない。国民を馬鹿にしすぎ、今度の選挙が楽しみです。いかがですか？皆さんはどう思いますか？今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見を、コメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。